足利将軍家の跡目争いに端を発する幕府内部の権力闘争、いわゆる応仁の乱。瞬く間に京から地方へと飛び火し、日の本を戦火で覆い尽くした。戦国時代の幕開けである。14年に及ぶ乱により、幕府を頂点とする秩序はもろくも崩れ、力さえあれば己が主君をも蹴落とす下克上が各地で横行した。武士が巻き起こす合戦は罪なき民をも容赦なく包み込む。歴史に語られぬ数多の悲劇を生むこととなる。そしてさらに数十年の時を経て、下克上の世を勝ち抜いた者たちの中に乱世に歯を唱えんとする者が現れる。彼らは時の都である京より天下に号令せんと、こぞって上洛を目論んでいた。野望ひしめく戦国の世を生き残り、新たな時代を切り開く者は果たして。足利将軍家の跡目争いに端を発する幕府内部の権力闘争、いわゆる応仁の乱。瞬く間に京から地方へと飛び火し、日の本を戦火で覆い尽くした。戦国時代の幕開けである。14年に及ぶ乱により、幕府を頂点とする秩序はもろくも崩れ、力さえあれば己が主君をも蹴落とす下克上が各地で横行した。武士が巻き起こす合戦は罪なき民をも容赦なく包み込む。歴史に語られぬ数多の悲劇を生むこととなる。そしてさらに数十年の時を経て、下克上の世を勝ち抜いた者たちの中に乱世に歯を唱えんとする者が現れる。彼らは時の都である京より天下に号令せんと、こぞって上洛を目論んでいた。野望ひしめく戦国の世を生き残り、新たな時代を切り開く者は果たして。